頑張って。チーム力ってすごい大事なんだなと思いました、ね、やっとチャンピオンになってくれたんでね、同期が今渡辺淳僕と今回勝って谷口がチャンピオンなんで、まあ、胸張って、まあ、チャンピオンって言ってほしいですし、今後もっともっと若い人間も育ってるんで引っ張っていけるように僕ら2人で頑張ります。頑張ります。とりあえず今日はもう KO ダッシュしたのがめっちゃかっこいいそれだけです。あ、なんかもう一言一句全部そうですね、もう彼が言ってくれることはスッて入ってくるんで、でどっちにしようかなって思ってる時とかにピンポイントで入ってくるんですよ。まあでもなんか幅の広いボクシングね、ジャブとか足使ってスピードのあるボクシングとか、その試合中にこう戦術変えたりとか、そういうのハマった時とかすごいやっぱ強さなんかなと思ったんで、それを世界戦のリングでやったのはすごいなっていうのを思ったので、まあ、しっかりアドバイス通りに 動けてましたし、まあ、干渉じゃないですか。でもようやくスパーリングより試合の方が強くなりましたようやく次じゃあ、ありがとうございます。